<laughs> 自由民主党の足立雅史です一、えー、年ぶりに、えー、国土交通委員会に戻ってまいりました今後ともよろしくお願いをいたします、えー、その二年前からもうずっと話題になってたテーマの一つにライドシェア問題というのがございましたこのライドシェアというのはまあ、入手免許を持たないドライバーがいわゆるマッチングサービス を経由して、まあ、サービスを提供する。まあ、こういうもので。あの、例えば、神経連、さんなんかが提案をしてたわけでございます。で、これについては、私は。やはり、こういう公共輸送の安心安全の観点から。まあ、絶対反対ということで、ずっと来たわけでございます。で、まあ、そういう中で。やはり、この有償で旅客運送をする場合の、この安心安全の問題。えー、これは極めて大事であり、慎重に検討すべきだというふうに。 えー、昨年も国土交通大臣あの、答弁をされておられます、でまあ、あの国土交通省のそういったあの揺るぎない姿勢を受けてです、ね、まあ、最近ではこの中国の DD、あるいはアメリカのウーバー、まあ、こういったところがです、ね、もうはっきりとタクシーとの共同を考えていく、まあ、こういうビジネスに転換をすると。でですから今までのようなな、ね、免許を持たないドライバーが 優勝で旅客運送をするということではなくて、まあ、それあの、二種免許を持ったドライバーを使った、その上での配車アプリという中で、新しいサービスを提供していくんだ、まあ、こういうふうに、ね、はっきり方針転換をし始めた、えー、ライドシェアの業者というのがもう明らかに出てきているわけでございます。でそういうううういいい中で,です、ねまあ、今後もししっかりとこういう、まあ、ラ,イライドシェアが白タク化しないように してい,ていただきたいというふうに思うんですが、それと同時にですね、最近、一つ新しい問題が出てきているというふうに思います、それは訪日中国人向け白タク行為といわれるものでございます、で最近、新聞等でも報道されておりますけれども、沖縄・羽田空港、成田空港、関西国際空港などの空港において、在住の中国人による訪日中国人への白タク行為、 まあこれを中国国内の配車アプリ会社がえそのサービスを提供している、まあ、こういった事案が実際に出てきているわけです、で支払いはこのアプリを通じて、中国で決済まで行っていると、まあ、こういう事案なものですから、非常に対応が難しいということではないかと思うんですが、これについて、現状、またこの摘発強化をどのようにして進めていくのか。 またこの刑罰の厳格化についてのですね、国土交通省としてのお考え、また決意と具体策ということでお伺いをしたいと思います。はい、奥田自動車局長、お答え申し上げます。ご指摘のあの訪日中国人に対します白タク行為、これは申すまでもなく道路運送違反でございまして、運転者が二種面を有しない、運行管理が行われない。 事故時の責任が運転者のみにあることなどから、利用者の安全安心の観点から大きな問題があるというふうに考えております。一方、あの先生から今お話ありましたように、訪日中国人に対します、これらの行為につきましては、中国国内の会社が運営する廃車アプリ上に、日本在住の中国人が運転者として登録をされまして、廃車アプリを介して、訪日中国人観光客とマッチングの上、運送行為が行われますが、その対価の支払いがアプリ内で決済される、え決済、 されるために日本国内での運賃収受がなく行為の現人検挙が難しいという問題もございます。国土交通省ではこのような白タキの対策につきまして警察庁、法務省、業界業界団体などとの連携によりまして羽田空港成田空港 関西国際空港における対策会議を設置いたしまして取締りを強化いたしますとともに中国などでの注意喚起のチラシ作成配布を行いまして訪日旅行者訪日旅行を取り扱う旅行者への周知注意喚起を行っているというところでございますまたあの11月17日に開催されました日中両政府によります日中経済パートナーシップ協議におきまして中国政府に対しましてそういったルールの周知でありますとか廃車マッチング事業者への指導等について申し 資料を行ったところでございます。 こういった対策を行う中で、今年の6月に沖縄で2名、10月に大阪で4名、道路運送法違反等の疑いで対応されております、ご指摘の取締りの強化、それから処分の厳格化でございますけれども、これにつきましては警察庁から各都道府県警察に対し、摘発徹底の指示が出されるとともに、ノウハウの共有というものが行われるというふうに伺っておりままます。またた沖縄の逮捕者にににつきききしては、いいずれれも刑事手手続続後に入管法違反により退去強制手続きが取られたところでございます。 このようにあの、シ白タク行為に対して厳正に対処するためには、 警察庁法務省と連携することが不可欠だという,ふうに考えておりまして引き続き両省庁と連携してしっかり対策に取り組んでまいりたいというふうに思っております一方であの観光先進国の実現に向けましては訪日外国人旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できるようタクシーを利用する際の言葉や決済面での不安を解消いたしましてサービスを向上させることが不可欠でございます国土交通省といたしましては外国人旅行者の移動円滑化等につきましてもしっかり支援してまいりたいというふうに 考えておりますなおあの、ご指摘いただきました白拓港に対する、えー、罰則の強化等でありますけれども、あの他のまあ業法における無許可営業の罰則とのバランスでありますとか、国籍による差別的な取り扱いの是非でありますとか、まあ、入管法におきまして特定の業法違反に関して特別な取り扱いをしていないといったようなあ、まあ、現状も踏まえた検討が必要と考えますけれども、今回、先生からのご指摘でございますので、関係省庁ともそういったご指摘を共有しながら、しっかり連携をして しながら、今後の対策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。足立正志君。どうもありがとうございます。あの、やっぱりこの厳格化ということで考えたときにですね。現在の罰則というのがこの道路、運送法の。罰則というのが、三年以下の懲役、もしくは三百万円以下の罰金、または陛下と。いうことで。えー、通常これだとですね、大体、まあ。 初版だとと執行猶予がつくでそうするとあの国外退去というところまではいかないということで,です、ね、やっぱりこれ、やってる人たちからすると、日本というのはどうもノーリスク、ハイリターンと思われてしまう、で実際にこの,実はこのサービス提供している人たち、決して安いお金で提供しているわけじゃなくて、ほぼタクシー並みの料金を取っているということで、まあ、極めてハイリターンを得ているということがありますので、えー、先ほど、入国管理法、 と連携してというお話もありましたが、まあ、それと同時にです、ね、やはりこれ、収入というところで、所得税法も含めてです、ね、やっぱりこの合わせ技で、とにかくやっぱり、日本でこういう法律違反をやると、ハイリスク、ハイリターンなんだというところがしっかり出していけるようにです、ね、取締りの強化に向けても、各省との連携をぜひお願いをしたいと思います、えー、次の質問に移らせていただきます。 今回の,あの大臣の所信の中でもです、ね、人口減少社会を見据え、コンパクトプラスネットワークの具体化というお話がございました、そしてまた、そういう中で、まあ、具体的なには、その既存ストックの活用ということで、まあ、都市のスポンジ化への対応ということを今、国土交通省で検討をされているというふうに思いますが、この都市のスポンジ化への対応 処方策また、これを具体的に今後、どのように進めていこうとされているのかについて、えー、ご所見をお伺いします、はい、栗田都市局長。本格的に人口減少が進む中、全国的に空き地等が増加しております、統計によりますと、個人所有の空き地の面積は過去10年間で44%増えているこういった状況にございます。 このようなあの空き地、低未利用地の増加は、景観、治安の悪化等を引き起こします。また、地域の魅力、活力を大きく損なうということで、えー、地方団体共通の悩みの一つだというように認識しております。こうした課題につきまして、社会資本整備審議会で、えー、ご検討をお願いしてまいりました。あ低未利用地が時間的にも場所的にも不規則に発生する、こういった現象を捉えて、都市のスポンジ化というように、まあ、ネーミングいただきまして、えー、その対応の方向も この8月に取りまままとととととめををいいいいいいいただいただここころでででごござざすすスポンジ化というう土地や建物を使わないということで生じる問題でございますこれまでの従来の都市計画に関しまして申しますと、土地を開発したいとか、建物を大きく建てたいとか、そういったことに対して抑制作用を働かせると、こういったことが中心的な手法でありますけれども、あのこれは使われるようにするという意味で、能動的、積極的に働きかけを行う、新たな政策手法が必要というご提言を頂戴しています。 その際、散在している土地定み利用地をまとめる、土地を利用する意思のない人から利用する意欲のある人へと権利を移す、こういった観点が重要であるというご指摘を頂戴しております、こういったことを踏まえまして、現在、市町村が土地所有者と利用希望者のマッチングを行いまして、必要な権利の設定、移転を促す制度などについて、具体的に検討を進めておるところでございます。委員もごご案内ののりででざいますがが例えば山形県の鶴岡市などでは官民が連携 してこういった取り組みを実績を上げておられるという例も見られますこうした事例も参考にしながら町づくりの現場で有効なツールとなるように検討を深めてまいりたいと考えております足立雅史君どうもありがとうございますあのやはりこの土地等の媒介やまあそういう所有と利用の分離を通じた空き地の利用というのは、まあ、これから一層重要になってくると思いますしやっぱりこういう既存ストックを活かして まあさらに生産性を上げていくということになるかと思います。で、そういう中で今あのお話がありましたあの山,山形県鶴岡市のランドバンク事業、まあこれなんかもですねやはりその行政がしっかりと媒介、えー、仲介機能を発揮できるかどうかというところに一つ。 鍵があると思いますし、まあ、なかなか民間と行政というのがです、ね、今までそういうところでしっかり連動してこなかった、まあ、これが連動して初めてうまいことを言っているというケースだと思いますので、ぜひこれ、国土交通省としても、いろんなモデルをしっかりあの各地方自治体にも提示をしてです、ね、あの進めていただきたいというふうに思います。で、えー、ではあの次のの質問に移らせていただきます、えー、今あの国土交通省公安局の方で 国際バルク戦略港案というまあ取り組みを進められているわけですが、その中で、徳山下松国際物流ターミナル事業というのがございます、これ、私もちょっと山口県、実際にこの着工式のときに行かせていただいて、いろいろお話を聞かせてもいただいたんですけれども、この事業、非常にいわゆる BYC が高い事業であると。 いうふうふに感じたところですでこの徳山下松国際物流ターミナル事業の、まあ、事業費、それから想定した BYC、そしてそれが一体どういう経済効果を及ぼしているのか、それについて、国土交通省の説明をいただきたいと思います、はい、菊池公安局長お答えいたします。 徳山田松港は、西日本一円に立地をいたします火力発電所や化学工,場工業等で、発電用の燃料として利用されます石炭の供給拠点として大変重要な役割を果たしております。また、近年は港湾背後に立地をする企業間の連携によりまして、大型の石炭輸送船を活用した共同輸送の取り組みを進展しております。まあ、このような状況を踏まえまえして 国土交通省では平成28年度から14万トン級のまあいわゆるケープサイズの大型石炭輸送船に対応した国際物流ターミナルの整備を進めているところでございますご質問のございましたこの事業の総事業費でございますが302億円を見込んでおりますまた BYC としては4.3年間の輸送コストの削減額としては約66円 66億円を見込んででるところでありますなお、あの徳山下松港と宇部を合わせた国際バルク戦略港案としての指定については、両を合わせた輸送コストの削減額として約年間100億円というのを見込んでおります。この事業に合わせまして、民間企業による設備投資も進展をしております。民間投資を誘発し、生産性向上に寄与するプロジェクトとして、産業競争力の強化、あるいは地域の活性化に大きく貢献できる事業と考えてございます。 足立史君ありがとうございますあの今の数字をもう一度整理するとです、ね、これ、302億円の事業コストに対して、こういう経済効果、あの海上輸送コストの削減、まあ、ここから来る直接的な効果ということで、年間100億円ということになるかと思います。そうすると、大体3年で元が取れてしまう。 まあこういう事業なわけですけれども、じゃあ、この元が取れるというのは、一体誰がそのメリットを得ているかというと、ですねやはりこの石炭の輸送コストが下がったことによって、まあ、この石炭を利用している、えー、まあ西日本の化学会社、あるいは鉄鋼メーカー、まあ、あるいは電力会社、まあ、そういったところになってくるんじゃないかというふうに思います。でまあ、これだけですね やはり日本の国際競争力を上げることにも役立っているで、またあの実際にこの周辺の民間投資、あの聞くところによりますと、まあ、数十億入っているわけですから、これ、やはり港湾の,のもたらす経済効果、ストック効果というのは非常に大きいものがあるんだと思うんです、でただ、この国際バルク戦略港湾の,の取り組みというのは、今、それ以外にも、小名浜、釧路、 そして水島、志布志というふうに行われてますけれども、まあ、このそれぞれの地域で、まあ、いろんな形で国際競争力を上げる、あるいはえ民間のえ輸送コストを下げる、まあ、こういったことでやってきているわけですけれども、やっぱりあのこれ、国土交通省公安局として、ですね、まあ、これだけの経済効果があるという話が、今までなかなかちゃんと伝わってきてないんじゃないかというふうにも思います。ややはりこの公安整備をやった場合にですね 単に実際にその工事をやることによる経済効果だけじゃなくて、やはりそれによって、民間企業がいかに輸送コストが下がって、その分がプラスになっているか、やはりこういったものをです、ね、もう少しその体系的にあの全国でも調査をするべきなんじゃないだろうか、でそれによって初めて港湾がまあ海洋効果、日本で果たしている港湾の役割というのがはっきり分かるんじゃないかという,ふうに思いますが、えー、いかがでしょうか。 はい、菊池公安局長お答えいたします公安の経済波及効果につきましては、公安所在の地方公共団体が独自に調査をいたしまして、例えば、横浜市が公表しております横浜港の経済波及効果といたしましては、約4兆円、あるいは福岡市が公表しています博多港の経済波及効果としては、1.9兆円といったようなものが試算をされております。 あのしかしながら、今、委員からもご指摘がありましたように、港湾の経済波及効果について、その算定手法が必ずしも統一されていないというようなこともございまして、こうしたそれぞれの自治体が行っている結果を相互に比較するというようなこともなかなか難しい状況になっております。こうしたようなことから、国土交通省におきましては、今年度から港湾における産業連間表を使用した経済波及効果、あるいは民間投資の誘発、 雇用の創出などのストック効果につきまして、統一的な算定手法の検討に着手したところでございます。引き続き公安整備による経済効果の調査分析にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。はい、安達正俊君。あのやはりこのインフラのストック効果というのをですね、やあの今そのストック効果の高いインフラへの投資をしっかり。 政府として進めるということですので、ぜひそういったあのまとまった研究というのをお願いをしたいと思います。また、それとともにですね。あの、先ほど足立敏行先生の方からもご指摘がありました。けれども、やはりこういうストック効果の高いインフラ整備についてまあ、建設国債ま該、あ、当債というのを使っていくということで、えー、まあ,あの財政の負担をなるべく小さい形でですね。 やっっていいいいけるんじゃないかという、まあ、こういうこ指摘もあったわけけですけれどもただ、やはりこれ、今、非常にあの建設債国債であっても、国債は国債だというような議論もある中で,です、ね、進めていくとしたらです、ね、やはり今言ったように、あの民間企業がやはりこれだけいろんな形で利益を得てる、やはりそういうものについてです、ね、実際の動きを早めるために、やはりこの民間資金の活用ということなどを含めてです、ね、もっといろんな形での、 えー、このインフラ投資への財政の付、えー、け方、ファイナンスの仕方というのを考えていったほうがいいんではないか、そういう時期に来てるんではないかと思いますが、えー、この点について、大臣、何かお考えがありましたら、お願いいたします石井大臣え。社会資本は生産性の向上や安全安心の確保といったストック効果を通じまして、我が国の経済成長に貢献するとともに、 頻発する災害から国民の命と財産を守るものでございまして、こうしたストック効果の高い社会資料の整備を計画的、重点的に進めているところでございます。そのためにも、厳しい財政状況の中ではありますが、まずは必要な公共予算を安定的、持続的に確保することが重要でありまして、しっかりと取り組んでまいりたいと存じます。さらにその上でですね 関西国際空港および大阪国際空港におけるコンセッションなど、まあ、民間の資金、ノウハウを活用することが効果的な分野におきましては、PPP、PFI 等を積極的に推進してまいりたいと存じます。さらに、現、え、下、ー、の低金利状況を生かしまして、リニア中央新幹線の全線開業前倒しのため、 財政投融資の枠組みを活用したほか、まあ、今般、大都市圏環状道路等への重点投資を加速するために、財政融資の追加要求をしたところでございます。まあ、今後ともさまざまな手法を総合的に活用しながら、ストック効果の高い社会資本の,の整備に、戦略的に取り組んでまいりたいと考えております足立正君。ありがとうございます。やはりこういういいストック効果の高い インフラ整備これ、まあ、老朽インフラの整備も含めてですけれども今後一層必要になってまいりますのでぜひ、えー、ともそういう資金面での手当て、まあ、これもぜひご検討をいただきたいと思います、えー、最後の質問に移らせていただきます、えー、国鉄改革から30年が経ちました、まあ、そういう中で上場した jr 各社とまた違ってですね今 jr 北海道 jr 四国 jr 貨物、まあ、こういったところが 上場せずに残っているわけでございますけれどもまあ、今後のこういったところの経営というのをどういうふうに考えていくのかまあ、今まではこういう経営安定基金だとかまあ、貨物の場合はアボイダブルコストルールというようなものがございましたまあ、ただこれがやはりだいぶ限界に来ているのではないかという中でですね、やはり今後いろいろ考えていかないといけないのであろうとで、まあそういう中でちょうど昨日でございますが、えー、jr 北海道の再生推進会議 の方からですね北海道民の皆様、北海道知事、えー、道内市町村長、国土交通大臣、JR 北海道社長宛てにです、ね、声明が出されております。でまあ、この内容、まあ、非常に厳しい内容も含んでおります。でこれは鉄道事業の選択と集中という、まあ、厳しい経営判断を JR 北海道が今後、進めていかないといけないけれども、それが十分スピーディーになされていないんじゃないか。 でまた国としてもです、ね、JR 北海道の唯一の株主であるということで、その国に対して事業体としての JR 北海道に具体的行動を開始させるための適切な指導が必要なんじゃないかと、まあ、こういう指摘をされているところでございます。えー、ここについてです、ね、やはりもう JR 北海道の問題というのは、このまま放っておくわけにはいかないところに来つつあると、あるいは来ているというふうに思いますが、えー、鉄道局としてのお考えをお聞かせください。 藤井鉄道局長お答えをいたします JR 北海道は地域の人口減少やマイカー等の他の交通手段の発達に伴い、大量高速輸送という鉄道特性を生かすことができない路線が増加するという厳しい状況に置かれております、今、委員ご指摘の中の上場していない JR の中でもとりわけ厳しい状況にあると考えております。 こうした中で JR 北海道は昨年11月に単独では維持困難な線路を公表し各線の置かれた状況や地域にとってより効率的で利便性の高い交通サービスのあり方などについて地域の関係者の方々への説明協議を開始をしているところでございますであのこの点につきまして先ほど委員ご指摘のとおり、えー、JR 北海道におかれまして第三者委員会 JR 北海道再生推進会議 の融資という形でございますけれども、声明があの発出されたということでございます。でこれにつきましては、あの中身、あの詳細にわたりますけれども、特に今申し上げました、えー、単独大事、困難な選挙、これにつきましての関係者の議論というのを加速すべきであると、であのそのために国として JR 北海道に具体的な行動を開始するための適切な指導を行う,行うべしと、そういったことを主な内容をするものであると考えているところでございます。 国土交通省としましては、この声明の趣旨も踏まえまして、北海道庁とも密接に連携をしながら、地域の協議に積極的に参画をし、地域における持続可能な交通体系の構築に向けた取り組みに対する支援を行うとともに、JR 北海道に対しても適切な指導を行ってまいりたいと考えております。なお、国土交通省はこれまで JR 北海道に対しまして、経営安定基金の運用益の下支え、経営安定基金の実質的な積み増し、 設備投資に対する助成や無利子助けなど類似にわたって支援を行ってきているところでございます引き続きこれらの支援を着実に実施すること等により JR 北海道の安定的な経営基盤の確保確立に努めてまいりたいと考えております和田知雅史君ありがとうございますあのやはり今申し上げた JR 北海道 JR 四国 JR 貨物やはり構造的になかなか黒字が出せない 部分があると思いますで JR 貨物の場合は昨年度、なんとか鉄道事業で収益を黒にしてますが、やはり今後の成長ということを考えると、やはりいろんな構造的な問題がある、でまあ、そういう中で、ですねやはりその未来志向のまあ総合的な交通システムということで、人流、物流、まあ、これをどう考えていくか、これ、鉄道局の枠,枠にはめずにですね、 やはりもっと広い観点で考えていく必要があるんではないかというふうに思いますので、今後ともぜひ、国土交通省一体となってのご検討をお願いして、質問を終わらせていただきます。